そうね、彼らは目的のためなら何でもやるわ。七神、魔人、悪竜、これらに関する古き者どもですら彼らは平気で標的にする。それにしてもよりにもよってアビス教団を狙うだなんて。あら、旅人じゃない。あれ、なんでカオンが嵐姉さんのところにいるんだ。何か頼みたい依頼でもあるのか。こんにちは。今宝刀団について話し合っていたんです。そうなの、見境のない宝刀団といえどもアビスに関わってはいけないことくらい分かってるはずなのに、あれは邪悪すぎるもの。ですが近頃モンドとリーユエ一帯にいる宝刀団の南と北を代表する二人の頭が手を組み、何やら大きな計画を練っているようなんです。宝刀団、南と北を代表する二人の頭。人呼んで南の長子と北の会長よ。ああ、会長はオイラも覚えてるぞ。確かモンドでアンバーと一緒に戦ったよな。でも南の長子って誰だ。よく知ってるわね。どうやら過去に宝刀団と接触したことがあるみたいね。そう、リーユエ一帯の宝刀団をまとめる人物よ。団員からは姉貴と呼ばれているわ。彼女の盗賊としての才はまさに盗みの神の恩恵を受けていると信じる人もいるほどでね。だから神の長子とも呼ばれてるそうよ。まあただの噂だけど。とにかく宝刀団が過去に誰にも発掘されていない遺跡を発見したことと、その遺跡がアビス教団によって厳重に守られていることは事実です。とても危険なため普通は手を引くのですが、宝刀団は宝を手に入れることしか考えておらず、下っ端をおとりにアビス教団の戦力を分散し、精鋭を一人送り込んで宝を盗むといった計画を立てているようなのです。しかもその計画のためにわざわざフォンティーヌから姉貴と会長がとある大宝刀家を招いたらしいわ。大宝刀家？なんだかすごそうな肩書きだな。ええ、この筋では伝説の人物よ。宝刀団にとっての大宝刀家は冒険者たちにとっての大冒険者と同じくらい尊敬される立場にあるの。あなたたちもあのテイワット観光ガイドの作者を知ってるの？そう、大宝刀家は彼女と同じくらい尊敬される人物なの。だから南と北の宝刀団をまとめる二人の頭の力をもってしても彼を計画に招き入れるのは容易じゃなかったらしいわ。今のリーユエは大きな変革を迎えている最中にあります。ですから総務士も戦艦軍も宝刀団の処理をする余裕がありません。しかし私の直感ではアビスと関わる者には未知なる脅威が潜んでいます。ですのでこうして冒険者協会へと依頼をしていたのです。ああ、その依頼オイラたちが引き受けるぞ。本当ですか？ありがとうございます。やっぱり頼りになるわね。それじゃ気をつけていってらっしゃい。依頼の細かな部分は協会に任せておいて。あれ、人だ。もしかしてあいつが大宝刀家か。あの姿勢、何かにお祈りしてるみたいだけど。おっ、あれって、なんで七天神像が逆さに吊るされてるんだ。それに心臓って確か宝珠を持ってたよな。でもこの心臓の手にあるものってなんだ。なんか気味が悪くなってきたぞ。そこの大宝刀家も全然動かないし。
もう。おい、大丈夫か？死んでる。やばいぞ。ここを離れよう。早くこの状況をカオと嵐姉さんに伝えないと。うわあ、何が起きたんだ？ここにいちゃまずい。早く逃げよう。アビスの秘王、何人たりとも覗いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。アビス、使徒？ダイン、ダインスレイブのことか。なるほど。ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。やつはお前たちを死なせたくてここに送ったのか？やつの抵抗などすでに意味をなさない。やつの起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ。こんなの見たことないぞ。気をつけろ。油断するなよ。この力、どこかで、そうか、お前はあのお方のだとすれば、ここに長居するべきではないか。危なかったな。大丈夫か？あいつすごく強かったぞ。アビス教団にもあんな強いやつがいたんだな。どうかしたのか？ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。こんな不気味なところにずっといたらまた危険な目に遭いそうだ。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ダインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ？俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが、逆さの心臓、手中のアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺跡の出口で突然現れたアビスの使徒に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。行こう。ダインが手伝ってくれるなら謎が一気に解けるかもしれないぞ。さっきのアビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか？いや、やつらはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのは、アビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかしあの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。
じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さなかったんだ？もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって。奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は、お？記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん、人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時隕石の中から兄に呼び覚まされたのか。どうやらお兄さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の兄はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうとそう言ったのだな。カーンルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前のお兄さんは先に目覚めてたからこの世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか、貴様が目覚めた時カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちにあれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど、それってお兄さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国、神は死んでも去ってもない、
ただ最初からカーンルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな歴史の本にも載ってないぞ。ふん、このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。あそこを見ろ。遺跡守衛とアビスの魔術師がいるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーンルイヤから来たって言ってたよな。それってカーンルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか？いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない、鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。うん、カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運鬼は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。アビスの魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でもこの文字全然読めないぞ。カーンルイヤの文字なのか？敵の侵攻を巻き落とし、崇高なる王子様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か？運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を折る機械ってことか？確かにあの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、狂気に満ちた計画であることは確かだ。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人？あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったことも、結果を見れば貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。
標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか。いや、このメッセージによれば今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず幸運機を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか。まさかアビス教団のやつら究極殺人兵器機械魔人イカを作ろうとしてるのか。今となってはカーンルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だがアビス教団がカーンルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運機の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運機の目。あ、オイラ分かったぞ。アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな。そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも最古の幸運機がどこにあるのか誰もわからないんだよな。だったらまずは心臓から調査してみるのはどうだ。ああ、原油野郎はいつも場所を転々としてるからセピロス教会に聞いた方が早いだろうな。何かわかるかもしれない。大聖堂か。ダイン、どうかしたのか。気にするな、先を急ごう。巨大な心臓、壮大な大聖堂、モンド人がこれらを作るのにどれだけの資源とエネルギーを費やしたことか。しかしそんな贈り物を受け取った風神は一体どれほどの見返りを渡したというのだ。信仰は見返りを求めないものだろう。ふん、神がそれでいいと思っているのなら何も言うまい。しー、もうすぐ大聖堂に着くんだから風神の悪口はやめといた方がいいぞ。それに風神も実は何でもない。俺は元から大聖堂に入るつもりはない。シスターと話す役目は貴様たちに任せる。え？貴様はモンド城の栄誉騎士だ。深く信頼されている。この役は貴様が適任だろう。それに俺が行けば警戒されるのが目に見えているしな。ああ、それに小さいのが言うように俺はいつだって教会に対し不都合なことを言いかねない。信仰を拒む者が信仰の地に入れば待っているのは。さあ、話せることは全て話した。俺たちがここで立ち話をしている間にもアビス教団は動いている。そっか、じゃあ二人で聞いてみよう。それと汚れた逆さ心臓については教会の人間に言わない方がいい。心臓のこととなればセピロス教会も黙ってはいられないだろう。しかし奴らが手を出しても邪魔になるだけだ。それに誰であろうとアビスと関わったら最後いい結末を迎えることはない。栄誉騎士、こんにちは。元気にしてた？今日はどうしてここに？あ、先に言っておくけど天空のライアーは貸せないからね。どうやら現実はバレてないみたいだな。オイラたちは情報収集に来たんだ。
子の幸運期って聞いたことあるか？幸運期？さあ、何に使うもの？やっぱり知らないか。じゃあ質問を変えよう。教会は過去に七天神像をなくしたことはあるか？え？あなたたち歴史について聞きに来たの？すごく意外。とっても昔のことだから、そのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど、遠い昔、確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるの。それも何の痕跡も残さずにね。当時教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。後にこの怪奇事件は失われた七天神像って呼ばれるようになったの。やっぱり。やっぱり？なんでもない。他に何かあるか？その変わった出来事とか。バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。バーバラの安全のために。変わった出来事？教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨とかかな。でも時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも。ボー君の遺恨？その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。あの時はすごく危険だったんだって。誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。天から火の玉？それは怖いな。当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、ボー君の遺恨と呼ぶようになったの。その奇妙な現象が1年続いたんだけど、解決できなくて、結局時間が経ったら自然と消失したんだって。後になって教会もボー君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるの。だって竜巻の魔人は火の玉を吹けないもの。あの災いはおそらく他に原因があったんだと思うけど、このことは多分失われた心臓と関係ないかな。他の変わった出来事については私も知らないよ。わかった。ありがとう。ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわね。あ、ロサリアさん、こんにちは。騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たちがまた現れたの。あの魔物たち？風魔竜の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。それってアビス教団のことじゃないか？あいつらが現れたのか？ええ、すでに放浪寮に集まってるわ。狼たちもピリピリしてる。もしかしたらアビス教団はボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。目的に関しては私もわからないけど、ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。じゃあ私も行く。君は教会に残りなさい。ジン団長からのお達しよ。聖職者としての本職を忘れないように。でもあなただって聖職者でしょ。ああ、オイラたちもジン団長の手助けに行くぞ。分かった。栄誉騎士がそこまで言うなら。でもお願いだから気をつけてね。風神の加護があなたたちの安全を守らんこと。なるほど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心臓と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ？まさかトワリンの時みたいなことを？もう災いは起きてほしくないぞ。いや、それはない。鎮圧されたオセルとは違って、魔人アンドリアスはとっくに死んでいる。今放浪寮を守っているのはただの残魂だ。
アビスの使徒がその残魂を標的にしたのは、風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれない。